風船うさぎのオールナイトニッポン。Thank you.
あげて、雨の音がする。あなたが僕を待って
マザー音楽歌謡音楽祭なんだっけ、年末特別スペシャルですかね。あの特別スペシャルって一緒のなんですけどねここのあのマザポさんが決めたんですけどね今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。今日は昭和歌謡のくくりということで、あの一番ダメさんの水曜はダメよさんもありがとうございました。イエーイ。最初バンド名を聞いた時に水曜はダメよって、どういうことみたいなね。うちらも毎週水曜日練習してるから、これほな水曜日やってるんですよね。ねえ、なんか偶然水曜日はダメよね、喧嘩売ってんの言うてた。そうですか。ほんであの曲ね、ちょっとまあ結構かぶってるんちゃうかってこう、うん、あの聞いたらやっぱりすごいねチョイスがかぶってたんで、あの、すごい楽しかったです。いや向こうってほんまもんやね。そう、向こうはね、あの結構原曲に忠実でね、うち原曲聞いたら全然ちゃうんですよね、って聞いたら。そう、ね、まあカバーということで、ドラムもね、すごい原曲に忠実でね、だからドラムからまずちゃうから、ね、いやほんで、あの、二番目さんのあのザ・ローリング・シックスティーンで、あのね、ちょっと今日はあのバンドでは、ね、もうね、大変、もったいないちゃんと喋るんやったらちゃんと喋りいいや。ね、なんかちゃちゃ入れたんやけど、さっと任されたらシュンってなる。あかんやん。いやほんで、まあ、急遽今日はね一人で出演していただいたんですけど、もうすごくなかったですか。もう一人でもすごいですね。いやほんまに。ああもう。ほんまにちょっと感動しました。なんかあの楽屋ですごい腰低かったのに、ついてなくてごつ表現しはりましたね。うれやい。本当に。ねえ、ほんで落としてみせるじゃあコードちゃうやもんねほんでちょっとあのいやもうほんまにね、あのぜひね伴蔵さんの時にまたぜひぜひあのまたこれリベンジということでぜひ。いやもうまた一緒にね、お願いします。本当にということで、まあでうちなんですけれども、まあ昭和60年後半から70年代の歌謡曲のカバーを、あくまでカバーということで、はい、あの原曲とはちゃいますけどね、ね、してます、はい、でまあこんな感じで最後までお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと熱いですね、大丈夫ですか。続きましては、ザ・昭和歌謡といえばこの曲ということでやっていいですか。見とんねん。あ、ほんで、これ、ね、スーさんね、スーさんの友達今日結構いらっしゃってると思うんですけども、スーさん本当練習してるわ。ロックギタリストなんですけどね、あのご縁があってうち来ていただいてるんですけども、そのスーさんが、昭和歌謡のリフを、間違いなく弾きます。練習バレとるわ。まあこれです。はい、でもなんかあの昭和歌謡にこうロックっていうのもね、そういうテイストも入ってる。いいですよね。ね、かっこいいかっこいい。自分でまとめてや。いや、まあ、間違えんかったから。間違えてもまあそれはそれで面白いか。指差したってください。間違えて。ちょっと音うるさいけど。もう一回。すいません。でやね今。横浜裏と横浜
大丈夫ですか耳。すいません。こっちはない。大丈夫ですか。ね、もうほんまにうるさいわ。耳キンキン言うわもう。ほんまやで、じゃあほんま、私、うわー声出す。ちょっと声、声うるさいわ。声あ、そう。そう。ちょっと今日弱いな。弱い。まあこんな感じでやってますけども皆さん結構口ずさんでくださってる方もいてるみたいでご存知な曲ばっかりですか。わーわー、まあ、この辺だけやな。いやほんまに昭和歌謡いいですよね。好きな人イエーイ。いやみんなみんなすごいすごい。いやニューミュージック、はい、あそうなんです。うちの松山千春、松山千春はないかな。あのね、うちのメンバーね、昭和歌謡もともと好きでバンドやりたいって言った人一人もいてないんですよね。みんなバラバラ、畑バラバラなんですけど、なんでかしらんけど、昭和歌謡をやってね、もうかなりの、まあ、あの昭和歌謡はね、みんなちっちゃい時からほらテレビでよう聞いて馴染みがあるのよ。私何のまねしてんねんこれ。馴染みがある。まあ楽しんでください。このバンドのあのライブの中でも一つこの彼のトークの面白さって。いや注目されたらもうグダグダっていう。いや僕はミュージックをやりに来てんねん。そうなんや。とくと見せてもらうわじゃ。ということでね、あのちょっとここでメンバー紹介をサクサクっとやらせていただきたいと思います。はい、うちのメンバーどんなんなんかということでね、でまあ一人一人こうやっぱり人となりを知ってほしいので喋ってもらったりしてたんですけども、人数がちょこちょこ増えだしたので時間取るんでですね、私がもう事前に聞いてます。お題がありまして、2014年を振り返ってあの漢字一文字で表してくださいシリーズ。はい、もうさっき楽屋で聞いております。どなたからいきますか。じゃあ言ってくれた、しげさん。はい、しげさんは整理整頓の整だそうです。はい、あの適当に合図中打ってもらっていいんで。あ、はい、あのなんか家がぐちゃぐちゃなんだっけ。本当はね、今年整理したかったんやけど、あ、今年整理したかった。また目標に整理の整理。はい、なんかそういう音楽と全く関係のない整理整頓の整です。ギターのしげ兄です。よろしく。うちのお父さんがしげ兄大好きやねんな。お父さんいてますわ。お父さん久しぶり。すいません。あれ言わんでるお父さん。どれ？もういい。はい、ほんで、あ、次が。続きまして、竹内さん。これこの言葉言う人絶対おると思ったんですけど、忙しいっていう字。世話しない。世話しないですね。もうね、竹内さんはね、去年のに。去年の一応あの夏に一応来てくれたんですけど、あの冬ぐらいからもうあのやってくれて、ずっともうこの1年でどんだけこき使われてんっていう話、はい、むっちゃお仕事忙しいんですけども、出張もねもうありまくりの、だけどもう水曜日には必ずほぼ必ず大阪に帰ってきてくれるという、うん、はい。はい、竹内さんです。よろしくお願いします。ベース弾かんねん、またね、フレットレスです。今日もこれフレットレスってなんか間違えへんのすごいですね、ちゅうことです。まあ、見といてください、後で。で次が、ミキさん、うん、ミキさんは服っていう字です。どういうことやねん。服、吹奏楽の服ね。何を、うん、フルートそれ以外何があるんですか。何を吹くんですか。何を吹くの。あなたが言うとなんかいや、今年からフルートを習い始めたので、はい、ちょっと夢中になってまして。フルートの名前は、フルートの名前がフルフルポニー、フルフルポニーという名前をつけてね、可愛がってあります。あの人がつけたんですよ。そうです、あの人がつけました、しげ兄が。フルートの名前がフルフルポニー。はい。またや、あのな、最近しげ兄のこといじりすぎやで。知らんで、めっちゃ年上やで。すいません、すいません。今年ね、赤井ちゃん。もうええっちゅうね。はい、ということでね、鍵盤と全く関係のないフルートの話。どうしたの。あ、そうかそうか、ありがとうございます。ちょっとなんかミキティに当て。え、マジで、うん、もう上がって上がって。ほんとだねー。はい、ゆうちゃん。いやー、ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しい。初めてかも。いやこれこんな鍵盤やっててこんな人なの初めて。
そうそう、ありがとうございます。だから誕生日でも何でもない。これゆうさん、ゆうさん、さっきの水曜日はダメよの花ちゃんの、はい、もう一回使い回し。あー、いいね。やっぱエコだね。そうそうそう。え、なんでなんこれ、ほんでこれってえ、そんなん、あ、ファンなのでよかったね。そういうことで、すいません、でもなんかミキさんです、よろしくお願いします。ボーカルを差し置いて渡してる後、あとなんか言われていいよ、我慢する頑張る、そうそう、嬉しいって、うん、大丈夫で、まあ、ミキさんだということで、で、次が、スーさんが、これもまた言われると思ってんけど、あ、スーさんは髪の毛切った、ヒデさん、あとで、あとで喋りなさい、ちょっと座って、髪川隆也さんあのね、スーさんはね、ごめんなさいね、これ身内ネタなんですけどね、あの似てるっていう話で後で見てください、明るくなったから見てください、はい、ね、スーさんはこれもまた言われると思ったんですけど、誰かに、苦しむんっていう字です今年一年苦しかったよね、はい、苦悩、苦労、ね、はい、そりゃそうじゃん、何でしてるギターで、いやいや、ほんまスーさん、もともとロックギタリスト、さっきも言ったんですけど、ね、そうやのにね、歌謡曲、キラキラベストなんか来ちゃって、はい、じゃあスーさんのこと可愛がってください、よろしくお願いします、スーさんです。いやまた、ギター弾きはんねん、鍵盤弾きはんねん、ドラムなんか言うと身内からなんか飛んでますけどね。で、北谷さん最後にしよう。私が、私はね、京都っていう、あの京っていうじゃないですか、もう今年振り返るとね、阪急京都線に乗ることがめっちゃ多かったっていうだけの話なんですけど、高槻行ったり、あと桂ですね、ちょっとあの行ったりなんか、ここでちょっと桂の話を出すんですけども、いや、あのね、あのお渡ししたこのフライヤー、あの私が作りましたこの風船うさぎのフライヤーのところに書いてあるんですけど、来年からあの桂のスタジオ909っていうところで、あの第5土曜日のある月に、あの私ら出させてもらうことになりまして、まあそんなんで京都となんかこう縁が深くなりまして、で、あ、今日オーナーさん来てくださってるみたいで、いつもありがとうございます。そそんなんで、もし京都の方とか、あのお近くの方またいらっしゃったりしたら、あのどうぞよろしくお願いしますということで、私、ボーカルみゆみゆです。お願いします。じゃあ、あるよな、次僕やな、僕にもあるんやな、あ、ないの、だってバンマスやで、自分あるに決まってるやん、ね、はい、ちゅうことで、最後、じゃあバンマスです。北さんの漢字は、なんやったこれ、悩むっていう字いやもう、今日今年はね、ちょっといろいろ悩みの年やったんですわ、もう、いろいろね、もうね、このバンドのボーカルのことでね、もういろいろ私何？愚痴を聞いてあげたりもいいね、うん、北さんでーす。あ、ないほんまにないの？チョコレートもないの？ほんま、またミルクチョコレート好きやねん、ポテト、ごめんなさいね、あ、そう、あ、ポテトな、やっぱりチョコレートがいい、え、はい、あ、あ、もろたもろた、チョコレートこんなね、わけわからんバンドですけど、すいません、ほんまにこんな感じですけど、またよかったらよろしくお願いしますということで、あ、ありがとうございます。そしたら、曲に戻りたいと思いますが、私一番好きな、歌い手さんが実は山口百恵さんです。で、百恵さんの曲ね、普段やることあんまりないんですよね、なぜか。なんで今日詰め込みました。今から百恵ちゃん続けてやります。はい、よろしい、うん、書いてるやろ、そこに。ちっちゃいから。ちっちゃいから。字がちっちゃいんやろ。はい、では行きましょう。はい。しといてな。はい。はい。はい。間違ってました。何を何を。え、なんで横須賀ストーリーになってんの。そんなやってへんよ、まだ。はい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 、いきます。僕はほぼ良かったわ。あのレードラいらんかっていうか、どうかいらんかった、いらんかった、いらんかった、ちゃんとして、すいません。あ、よかった、スーさんありがとう。はい、いきます。
せる言葉もなくす夜明け前です衝撃寝てたら、ね、ちょっと危なかった今顔が寝てたらそうそういやあれ結構いい曲ですよねこれねちょっと中期ですかこれね後期じゃなくてあの宇崎竜童たちじゃないやつねうさぎ言いたいんやろそれ知ってるあちょっとこれあれするからちょっと喋ってもらっていい あのねほんまにあの何やのこれあれするからでねあのね今年からもこの風船うさぎのこの新メンバーあのすごいねもう
なんと言いますか、これやりやすくてというか、やりやすくて言ったらおかしいけど、いやいや、あの YouTube カットね。まあ風船ふざけがあのよりパワーアップしまして、はい、ね、今年いっぱい頑張りますんで。今年いっぱいでもう終わりや。来年は知らんけど。来年からね、ありがとう、もうええわ、ね、あの来年からまたその京都のやつとか、あと他にもちょこちょこと決まってる お声いただいてる曲が あちゃったじゃん。南陽さん頑張りますよ、京都のね、はい、もうよろしくお願いします。あ、まあ、木村さん、ね、パフ木村さん。あとは、ね、909っていう歌があったんですよね。そうですね、言うたないよ、ないで。であとね、何やった、あ、そんなんでいろいろあの決まっていったらホームページの方にあの載せていきますんで、一応今日私した中にもホームページのアドレスがちっちゃくこの、 あのこのドラムの人にかかって白く書いてあると思うんで。あとまあ風船うさぎで検索してもらっても結構で出てくるし、あの YouTube ねいっぱい上げてもらってるんで、またよかったらあの見ていただいて、お近くのライブとかよかったら来てください、よろしくお願いします。名残惜しいね、もう心こもってないわ。アンコールってか、ね、いやいやいや、ちょっと腹立つでしょ。いやいやいや、あのね、いつも私ね、あの半袖のカッターでね、はい、やってるんですよ、はい、なんか涼しいんやけど、はい、半袖はマジごて半袖、うん、長袖や、ほんまや、珍しい、ね、もう死にそうやねんけど、どうでもいいじゃないの、息苦しいね、はい、頑張れ、はい、ということで、最後の曲いきたいと思います。皆様お手元のグラスをしっかりお持ちいただいて、どこ行くか分かんない、そうね、コップ割ったらね、弁償せながら、ね、今日ね、初めて白の帽子初めて、軽いねんけどな、飛ぶかな。女性ボーカリストがこういうね、あの男性のこの昭和歌謡を歌えるっていうのはもう唯一、はい、風船うさぎだけではないでしょ。そんなことないです。あ、そうでもないの。そうでもないです。はい、まあ、ということで、まあ、結構最近お決まりというか、あの結構ね、人気が上がっております、この曲。はい、こちらの、ほんまや、この曲で終わりたいと思います。はい、行きましょう。手に言うてるだけじゃん。I'm not afraid to die.
ませんもん。まとめや。ありがとうございます。でも最後のバンドの特権ですよねこれね。すいませんじゃあアンコールありがとうございます。すいませんもうねちゃっかり用意しておりますわこれがまた本当にね。はい。時間の方大丈夫ですか。時間分からへん。あ、1分20秒大丈夫。ワンコーラスやな。いけますか。何すんの。あの笑ってはるからいけると思う。そしたらね、アンコールは、それでいいんですかね。それでいいの。それでいい。それでいけますよね。季節の中だ。季節の中だ。なんだよ。見つむいやえそれじゃあなんか3曲ぐらい後半でな今あなたな、はい、これとこれとこれやろうか言うからな分からんようになるんだまあいかないかあれですキヨヒコでいきますもみあげキヨヒコでいきますはいじゃあキヨヒコでこれもまたみんな一緒に歌っていただきたらいただきたら言うてもたキヨヒコって友達かそれではこちらの曲でアンコールいただきます皆さん歌いましょう一緒にはいよしどうぞはい、はい、昭和の名曲です尾崎キヨヒコさんとまた会うまで、また皆さんとお会いしたいと思いますありがとうございます
かやな。昔住んどったからな。あ、そうだ。熊取りか。熊取り住んでたよ。泉さんのやんな。泉さんのちゃう、熊取りです。熊取りと泉さんのちゃうもんね。はい。そしたらすいません。じゃあもう一曲だけさせてもらっていいですか。いやいやいや、どうしよう。どっちする？どっちしたい？いつものやつ？やりや。どうしよう。ちょっとじゃあ、これかこれやね。よっしゃ、じゃあ、すいません、ちょっとお家芸ですけどね。あんねんなこれ。すいませんけど、じゃあ、山本凛太さんね、これ長いことやってますうち。ちょっと木田さん、ドラム楽しんでもらう？はい、どうぞ。